おはようございます。どうぞ。私がやってきましたよ、また。はい、もしも私です。なんか雑ですね。え、何登場シーンが今週の私です。私です。まあまあそうですね。もしも私です。もしも私です。どうも。もう今ねテイク2なんでね。そうですね。ちょっと本題に持っていきたいところなんで、タイプ2になっちゃう。事件が発生。私でちょっといなくなってタイプ2っていう感じで、でこれ止まってタイプ2って感じで。調子いいですね。いやこれやっちゃうとちょっとよくないので。あ、すみません。じゃあお願いします。あの前回あの自分のその握りしめしてる栄養素は何かみたいな。ので、まあ、あの私が代表としてあの自分のあげたら、まあ、ゴリゴリの主観だったっていうことが判明したわけですよ。で私ここなんか想像力と客観視するみたいなんですね、うん、YouTube を結構見てるんですけど、うん、でもですねやっぱり主観の力は強い。まあね、まあ皆さんというかね、人間は主観で生きてますから。でもなんかこう切り替えたいんですよ、うまく主観は使わないで。あれですよ、なんつうんだろう、だからあの CPU が2つあるというか、CPU とメモリを切り離すというかね、うん、メモリとハードディスクというか、そのデュアルデュアルにできるか、デュアルデュアルに、うん、でそれをこう切り替えたりどうかできたり、うん、これラッパーもそうだもんね。まあラップ脳っていうのがあるんですよ。ラップ脳をちゃんと作れないと私みたいにラップ下手くそみたいな。でも、なんでさ、分けるんですよ。これね、あの空腹の霊視も同じだ。霊視だから、あの、チャンネルをいっぱい持つということ。ずっとみんな、前もこれ、ここで話したとこ忘れましたけど、うん、みんな自分っていうテレビをパチッとつけると、1ちゃん NHK が映るわけですよ、うん。テレビだったらリモコンで4ちゃんとか8ちゃんとかでできるんですけど、うん、みんなずっと一ちゃんになっちゃってる。おー、これが自分の思ってる 主観なんですよ。国営放送のね。この話聞いたことないですよ。聞いたことないですか。民放にね、映さないといけなくて、その民放がある種の客観チャンネルだと思います。それを いっぱいいろんなチャンネルを持ってるとこう、ね、できて、でこの前握りしめでこうあのなんかビールの瓶持ってるやつあったでしょ。はい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 。あれもそうなんですよ。一ちゃんと三ちゃんしか握りしめてなくて、4ちゃんとか6ちゃんに移れないのに置いて、これで6ちゃん、8ちゃんって取ってくれば買われるんですけど、握りしめちゃうもんだからね、うん、ずっと同じという。これが主観ですよ、N座に。あ、なるほど、だから、あ、なるほど、だからか。そういうこと。腑に落ちました。だから主観を握りしめちゃってる。うん。それを手放して、客観っていっぱいあるでしょ。うんうんうん、いろんな視点もいっぱいあるので、そうそう、主観って大体あの1種類とは言わないけど、うん、同じじゃん大体。いやそうですね。死にたくないとか寝たいとか、うん、食べたいとか、うん、あの苦しくなりたくないとか、うん、あの楽したいとか、もうこれはほとんどみんな同じなので、うん、まあ、その種類は違うかもしれないけど、大体その主観ってそういうことじゃないですか、うん、客観っていろいろあるんですよ、うん、上から見たり下から見たり右から見たり左から見たり、うんうん、いろんな観点から見れたらこうだよねってなるので、うん、でそれをいっぱいこう眺められるためには、その主観を握りしめてるともう主観でまあこれやってもらいたくないみたいな、確かになるから、うん、で一番これがあれなのがもうあれですね、これがあれがとか言ってますけど、あの死にたくないというやつ、うん、だから病気になったりとかなんかすると主観で握りしめちゃうから、ずっとそればっか考えちゃう、うんうん、ことなわけですよ。でもそれって多くの、なんていうんですか、人が、いわゆるその主観的、まあ言ってしまえば現状維持ですよね。まあそうですね、今の、まあ、ご名誉をさせないで、ね、健康道場になりますけど、うん。結局それを乗り越えたっていうのは、なんかしら客観的にイメージが変わって、そっちに行けたってことですもんね。あ、そうそう、だから廃業なんです。廃業っていうのは捨てるってことなんで、うん、だから断捨離なんです。そう考えると、ようやく断捨離の大切さが分かってくるんです。うん。
分かってないおばはんたちはね、あれ捨てれば変わると思ってます。うん、でもその欲求とか主観を捨てないで捨てたところで、捨てれば、うん、あのなんかキラキラ人生が待ってるんだみたいな、うん、手放してないし握りしめてるでしょ、うん、欲を握りしめたまま握りしめたまま断捨離したところで握りしめてるんだから入ってくるわけないでしょ、うん、捨てるべきは物もそうなんだけど、本当はこの目に見えないそういうもの、うん、こだわりとかその執着とか固執というか固執というか、そういうものを断捨離しましょうということです。でそれをそのなんだろう、物理的に捨てたっていうことをやったとしても、ある種脳みそってあの物理的にやったのも脳内的でやったのも分かんないから、うん、同じだっていう話なんで、話というかまあそうなんですけど、うん、だからまあ捨てると捨てられるよねってなるんだけど、じゃ実際物捨てたら執着捨てられるのかっていうと、実はそうじゃなかったりするからおばさんは変わらないんですね。強欲おばはんは変わらないんですよ。おばさんディスリー半端ないですよ。どうしたんですか、なんかあったんですか。私おばはんのディスリーが半端ないです。あのその執着が捨てられない。まあまあまあ。おばはんの執着癖があの握りしめちゃって手放せません。羊です私。これこれ。そっか。深いところまで来ましたね。私はね、そういうことです。じゃああれですね、この断捨離、まあ、いわゆる本当の断捨離みたいな感じですよね。自己探求とか。根っこの断捨離だから、あの皆さんがやってるあの誤解しちゃう断捨離は雑草の上のところだけむしってるだけ。あ、また雑草生えてくるからみたいな。また生えてきちゃう。私が今言ってるのは根っこからの断捨離。もうあの永遠に生えてこない。永久脱毛です。こういうことです。永久脱毛、脱毛。永久脱毛、脱毛、脱毛。これ面白いですね。永久断捨離。そのあやばい。チラチラタイマーが。じゃここから最後の延長戦ということで。やっていい。ちょっとやっていい。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 やっていいです。じゃあお願いします。あ、やっていいんですか。なんか言おうとしてる、ね。ああいや、なんかその自分が握りしめる主観の例えば欲求だったりとか執着みたいなのを、この外すにはまあ知ることですよね。うん、まあ知ることであり、だからあの当たりを自分の主観でつけないってこと、それが疑うっていうことにも。要は例えばね、 N 座が話を聞かないんじゃないかって出したわけでしょ。でそれはもうある程度主観的に出ちゃってるんですよ。うん、もっと違うんですよ。違う視点で。もっと自分が絶対言われないだろうという仮説を立てるんです。おそれがその中にいるんですよ。うん、だから人の嫌なところを見て思うんですよ。あれ嫌だなって思うって、うん、自分にはあんまないところだと思ってるじゃないですか。うん、そこがヒントだったりするんですよね、これ。おだって一番自分にはないから嫌だなこいつって思うわけじゃないですか。でもそれが自分の握りしめてるところをかなり言っている可能性があるという、このクッフ君のちょっと今日言い過ぎちゃったかもしれないこのお話。そっか、人のを見て嫌だって感じることは自分にもあるからこそそうな思えるっていう。まあそれそういうなんか偉そうなお話もあるんですけど、うん、一番人の嫌だなって思うところは自分にないなって思ってる可能性高いじゃないですか。あ、思い込みですね。だって自分が時間守らないでですよ、うん、N 座が遅刻してくるとするんじゃないですか、うん、そうしたらそんなに私嫌だって言わないですよね。うん、だって自分も時間守らないわけですから。うん、でもなんかなんでしょうね、N 座が貸したファミコンのカセット返してくれないとするんじゃないですか。で私はあの貸したファミコンのカセット返してるとするんじゃないですか。うん、絶対嫌だなって思うと思うんですよ。うん、でも実は貸したカセットみたい、カセットは返してれるんだけど他のものを返してない可能性があったり、うん、だから自分にはないと思ってるから相手のこと嫌だなって思うんです。わ、うん、かります、ここら辺。なんとなく。だからこそ自分の主観じゃない、その相手を嫌だなって思ったところから、あれ、自分もそれじゃねって思えるかどうかっていうのが、うん、これがあの主観返しみたいな感じです。うん、主観の裏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 。裏裏だから、ジェロニモで、
アパッチのだけでグラグラって。ウルフだったら褒めてくれたと。ウルフだったら多分悔しいかった。そうですね。自分山本リンダだったら今のこと言われたら困っちゃうな。困っちゃうわって。昭和で古すぎる。ということは、自分もそうなんじゃねえかって疑うのが、まあそうですね。あいつのここ嫌だなって思ったらチャンスだっていうことですよ。なるほど。まずそこが。で、そこで相手をこうジャッジしないで、嫌だなと思ったそれ、うん、もうあれ、それを自分にぶつけてみるんです。うん。それが疑うってことなんですけど。うん、でぶつけて、あ、自分もこういうとこあんなみたいなところがなると、どんどん手放せるようになってくるという。なるほど。要は手放してないから相手のここ嫌だなっていう思うんです。あ、ずっと、確かにずっと嫌だなって同じとこ思ってたら変わってないってことですよね。だし、自分が持ってるくせに相手のことばっかり言ってるわけです。なるほど。自分は違うところが問題あると思ってるわけです。うん。その自分が問題あるなと思ってるのは主観的に問題あるなと思ってるわけです。相手が嫌だなって思ったところは自分にはないなと思ってるところをぶつけたら、これ結構客観的にぶつけられるじゃん。わかりますか？すごい。要はどれだけ客観的な攻撃を自分で自分に食らわせられるかという。それが根っこに近づいてくるという、まあちょっと今日はちょっとやりすぎてしまった。ちょっと、まだやっていいか、もうダメって言われた。もうちょっと今日はこのくらいしとけ。いや、深いですね。深い。なのでちょっとそういう感じで自分の主観とは違うところを考えることによって手に持っている主観がいつの間にか手からポロッと落ちている。この作戦を使ってみたいわけですよ、これ皆さん。そう、諦めないで。了解しました。今日そんな感じにしておきましょうかね。了解です。またこれをね、考えながらどうなるかというの、うん、次またシェアしてね。OK です。では、また土曜日に。土曜日にね、ちょっと、何もなくそういう。うーんとしないように。頑張ってこうね。アディオース。